はい、どうも、はい、どうも、はい、どうも、橋間清志郎です。今日はね、サグアダイアリーさんが、フィッシャーズの、未完成人っていう歌に対してリアクションしてる動画があって、まあ、それは見てないです。冒頭の触りのね、2秒だけ見たんですけど、まあ、それは見たって言わないと思うけど、見てみようかなって思って、で、1回目はそれを見て、で、これからは、僕、ネタの、やつが少ないんで、ネタがね、いかんせん少ないもんなんで、ネタがないんで、いろんなリアクションしてる人の動画をリアクションするっていうね、リアクションっていうね、その、リゼロから始まる異世界生活って最近やっと見て、リの発音をリアクションみたいな感じで言うみたいな。分身してんのかお前みたいなね。はい、すいません。はい、なんで、見ていこうと思います。僕音楽何も 知らなくて、無知にも程があるっていうか、感じなんで、でも、多分僕の好みの音楽ではないと思うっていう、その音楽っていうのはね、好みっていろんな有名な人も言ってるんで、好みじゃないなって思ったら見るのをやめて、イチャモンつけたらひどいじゃないですか。自分の好みじゃないものにブー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 言ってさ、それほどダサいものはないから、好みか好みじゃないかをまず最初聞いてね。だったらちょっと好みじゃないと思うけどな。よくよく考えたら。で、なんで俺動画撮ってんだろう。まあいいや。で、ちょっとこれはね、やばい、まあいいか。
まあなんか、まあ聞いてても全然、うわ、嫌だなとかじゃない。普通に、ああ、曲だなと思って。まあ、そんな、なんかさ、すごいです。みんながキモいキモいってアンチが言うほどではないし。って。まあ全然俺聞いてなかったですけど、いやでも、まあ、うん、思ったより悪くないし。うん。ていうか、音楽に対して何か言うっていうのはどうかと思うけど、まあいいんじゃないでしょうか。上から言ってますけど、そのフィッシャーズが怖くてとかね、何も思わなかったかな、特に。うん。でも、なんかツイッターでなんかね、ツイッター見ながら聞くにはおすすめの曲でした。よかったですね。さらっと聞けて。うん。だから、いいと思いますよ。バックミュージックみたいなね。BGM、いいですね。まあ、そんな感じですかね。ツイッターサーフィン。ツイーフィン。ツーフィンするには、ぴったりの曲だと思いました。バイバイ。